高専受験のための学習塾 YouTube チャンネル PDCA スクールと KPC の谷にでございます。今回の動画は高専 Q&A 一般推薦入試編ということで、高専 Q&A シリーズっていうのを始めようかなと思って、各ジャンルで Q&A を答えていこうかなっていうふうに思います。今の時点でこれさえ分かっておけば高専の一般推薦入試に関してはバッチリかなっていうふうにまとめていこうと思います。それでは早速1問目から見ていきましょう。1問目、入学者の選抜方法は、これは一般試験と推薦入試2つに分かれると思ってください。ペーパーと面接ってことですね。で、2つ目として、推薦落ちたら一般はもちろん受けれます。再チャレンジ可能っていうふうに思ってください。推薦も特別推薦と一般推薦に分かれていたりするんですけど、これに関してはまたおいおい詳しくお話ししようと思います。で、実習型の入試もごくわずかにあります。これは推薦入試みたいなもので、実際に高専に行って試験当日実験や演習を授業を受けた後に行って、それを評価されると。これが 50% で、調査書が 25%、 面接 25% みたいな、50何高専のうち和歌山高専とか一部の小専などでこんな入試もね開かれてるんですね。これはかなり例外的なパターンなので、ほとんどの人が関係ないと思います。紹介までに留めておこうと思います。2問目、推薦と一般の違いって結局何なんですか。これは先ほど申し上げたペーパー試験か面接、作文などで評価するという違いになりますね。もちろん推薦入試の方が先に行われます。で、以前の動画でこのように推薦入試に関して、面接何聞かれるんですか、小論文作文はどんなお題が出るんですか、これ詳しくまとめている動画があるので概要欄コメント欄で紹介しようと思います。 URL を貼っておきましょう。2つ目、推薦は内申が高い人が受けるっていう認識でお願いします。で、一般にも猛者が紛れている場合があります。これ気をつけてくださいね。推薦ちょっと受けるの嫌だな、せっかく猛勉強してるんだからペーパー試験で実力試そっかなみたいな人がいるってことです。じゃあ次、3問目、第一志望、第二志望、第三志望っていうのが聞かれるらしいんですけど、その取り扱いってどうなるんですかっていう質問いただきますね。まず1つ目、第一志望の300点っていう点数の受験生よりかは、第二志望の310点の受験生の方が優遇されて合格されやすいです。これ勘違いする方多いんですね。第一志望の方が熱意をたくさん持ってるから合格しやすいんじゃないのかって思うんですけど、いいえ、一般入試に関しては点数が高いものが評価されます。第二志望の310点の方が評価が高いです。他にも推薦入試は基本的に1学科を選んで受験する、これはお見知りおきよ。で、一般入試は複数聞かれると、第一、第二、第三志望というふうに聞かれることがあります。じゃあ4問目、当日必要な持ち物についてです。絶対必要なのが受験票、筆記用具、お弁当ですね。これがないと話になりませんね。で、次にないといけないよね、最悪忘れても受験はできるけどみたいな感じです。時計、メガネ、勉強道具、防寒具などなどです。時計はアラーム機能のない時計を持っていかないといけませんね。場所によっては会場の時計が見えなかったり、会場に時計が設置されていない場合があるので、時計は、腕時計、このアラーム機能のないような時計は持っておいた方がいいですよね。時間配分難しいですからね、試験中で。次行きましょう。その他薬品とかティッシュ、ハンカチっていうのも人によっては必要かなっていうふうに思いました。5つ目、内申はいつの学年を見られますか。一応一般も推薦も関わらず、一応提出書類に全期間の成績は書くことになると思います。それで提出します。推薦は高専によって評価される内申の期間が変わります。これに関しては詳しく動画で過去にまとめているので、概要欄コメント欄に貼っておこうと思います。一般試験は基本的に募集要項に従います。高専によってバラバラってことですね。募集要項を見ても曖昧なことしか書かれてないってことは、基本的にこの場合は全範囲全期間見られると思ってください。で、次行きましょう。6つ目、合格後に学科は変更できますか。こんなね、 お客様気分でね、高専に対してそういう態度を取る方はあんまりいらっしゃらないと思うんですけど、いや、合格後に学科変更できるんですかって聞く方いらっしゃるんですかね。ちょっと見ていきましょう。これはですね、このような総合学科が低学年で敷かれている高専はもちろん後から選べます。というか、そもそもそういう高専です。まず総合学科で幅広く学んだ後に、じゃあ 2,3 年生で自分の専門を決めましょうかというふうに取っている高専で、このように1年生の時点でこの学科を専門を決めるっていうタイプの高専は、無理でしょうね。基本的には合格後に学科は変更できません。で、ただし転科制度っていうものが高専によってはあります。これは成績が優秀で正当な理由でちょっと転科させてください、お願いしますっていう場合、転科が認められる場合があります。これっていうのは転科制度っていう制度を認められてない高専もあれば、そういう制度っていうルールがある、実際そういう決まりを設けてて、これぐらいの生徒だったら、学生だったら転科してもいいよねっていう基準を設けてる高専があったり、バラバラなんですね。高専によっては話し合いで決める場合もあったりします。これはちょっと高専に問い合わせた方が早いですね。で、7つ目、合格後辞退できますかという質問よくいただきます。一般と推薦に分けると、一般は可能ですね。どういう人が辞退するかっていうと、公立を第一志望にしていて高専は滑り止めで受けてますっていうパターンですね。で、推薦は基本的にこれ蹴っちゃったら裏切り者になっちゃいます。どういうことかっていうと、まず受ける前に推薦で受かった場合は確約書を書いて、高専に、その受けた高専に入学しますよっていうふうに、ルールが取り決められているので、もし合格後推薦で受けたのにも辞退してしまったら、後輩に影響が出てくる可能性があります。どういうことかっていうと、約束したのに裏切ったわけですから、自分の1個下2つ下の後輩の、その自分の中学の推薦枠っていうのがなくなってしまうかもしれませんよね。これはちょっと慎重に決めておきたいところです。で、8つ目、質問、資格や課外活動の効果、合格にどういう影響がありますか。これね、 ほとんどの活動を気休めだと思っておいてください。共通の評価基準がないってところが根拠になりますよね。生徒会長しました、生徒会副会長しました、英検3級受けました、合格しました、数件2級持ってます。いやー、これ
どういうふうにポイント化するか、これ共通の評価基準がないので気休め程度に思ってください。まあ、9割以上の高専で、まあ、一般は点数至上評価だと思ってください。それに内申を加味されて評価される。これほとんどです。で、推薦は内申至上評価だと思ってください。ほとんどは内申。で、それに面接とか作文を加えて評価する。で、ポイントなのは、この黄色いところの評価によって、もちろんこれも評価に加えられることはあるんですけど、この黄色い評価で大逆転はないっていう認識が一番近いかなと思います。もちろん白いところとこの黄色いところを合わせて評価するので、この白いところで僅差である場合、僅差である受験生がいる場合はこの黄色で合否が決まったりすることはあるかもしれません。ただかなり差が開いている状態、点数だったり内申でかなり差が開いている状態でこういった黄色い評価で大逆転が起こるみたいなことは決してないと思っておくと一番認識が近いかなっていうふうに思います。じゃあ次の質問いきましょう。女子は有利ですか、性別によって合否がね、すごい有利振り変わりますか。まあ、表向きは平等だと思います。もちろん基本的に平等だと思います。先ほど申し上げた一般だったら点数で評価、推薦だったら内申でほとんど評価されると。でただ同じ評価点で男女が並んでいれば女子生徒を合格させる可能性は高いでしょうね。なんでかっていうと、やっぱり高専機構から高専に向けてやっぱり男女比なるべく均等にするようにしましょうっていうお達しが来てるはずですから、まあ、こういった場合はちょっと女子の方が優遇される可能性は高いんじゃないでしょうかと。これはもちろんね、表向きに言ってないと思いますけど、やっぱそう考えるとね、やっぱりその女子の方が優遇される可能性っていうのは高くなるっていうのは考えるに難くないと思います。じゃあ次の質問いきましょう。10番、まあ、試験のボーダーラインはどれくらいですかってよくねお問い合わせいただきます。そんなん高専によるし年度によってバラバラですよって答えてしまいたくなるんですけど、まあ、そんなこと言ってもねしょうがないので、まあ、こんな感じです。基本的には9割取ったらどこの高専どこの学科も受かるイメージ、8割だったらほとんどの高専受かります。でたまにトップレベルで倍率がすごい高い高専だったら落ちる可能性があります。で7割取れれば6、7割の高専だったら合格できます。ほとんどの高専ですよね。で6割 6.5 割が半分以上の高専のボーダー、合否を分ける境目ぐらいになるかなっていうのが現状です。このぐらいの共通認識を持っておくといいかなと。で定学力だったり小選は、まあ、6割ぐらいが合格ボーダーラインになることが多いですね。で以前の動画で実際に公式から発表されている合格最低点、合否を分かつボーダー点っていうのが公開されているので、それをまとめている動画っていうのありますので概要欄コメント欄に貼っておきます。それでは11問目、公立高校と併願できますか高専っていうのはっていうご質問いただきますね。これはですね都道府県によるんですね。ですがほとんどの都道府県は併願可能だと思います。まあ、このような日程ですからね、公立入試が2月と3月の境目ぐらいで、高専入試っていうのは2月の第2日曜日に行われるって決まってますので、基本的にはこの並びなので併願は不可能ではないですね。で12問目、推薦の受験条件はいくつですか、どういうふうな条件ですか。これはねほとんどの高専が内申平均4です。中1から中3の間で内申が全ての教科平均したときに4以上か、まあ、人集めに苦労している高専だったりちょっと基準が低い高専だと 3.5 とか 3.8 とか若干下がるんですね。まあ、4だと人が集まらないからでしょうね。でやっぱりね4ギリギリだと推薦ギリギリ受けれそうだ、あ推薦条件ギリギリ満たしてそうだっていう受験生さんは、まあ、半分ぐらいの上位半分ぐらいの高専だとちょっと合格は厳しい、年度によっては合格するかもしれませんけどちょっと厳しい場合が多いですね。あ、まあ、後でちょっと詳しく説明しますけど、ギリギリで受験するのはお勧めしません。はい。で一部例外としてクレ高専などはその受験の条件を設けずたくさん集めてで内申で評価するっていう風にしている高専も、まあ、クレ高専、広島のクレ高専など例外としてあります。で13問目、推薦での志望可能学科数、これ先ほど言いましたけど基本的には1学科しか選べません。このような形の高専は総合学科1学科で勝負します。これは当たり前ですね。でこのように1年生で専門を選ぶ高専も1学科に絞って推薦を受けることになります。で14問目、面接官は推薦入試においてどこを評価しますか。これに関しては先ほど紹介した9割以上の高専で、まあ、その一般は点数至上主義、実際にペーパー試験でどれだけ点数が取れましたかっていうのをほとんどの尺度で評価して合否を決めます。推薦は内申至上主義だと思ってください。ほとんど内申で決まる。でこの黄色いところですね、面接態度だったり面接の評価、作文の評価なども加味されますが、ここの点数で大逆転はないと思ってください。ここがポイントかなって思います。で15問目、推薦の試験は1日で終わりますかっていう話です。まあ、僕の母校である徳山高専を例に挙げますけど、まあ、グループを2つに分けたりして午前と午後で同じ問題で敷かれたりしますね。まあ、このじゃあこれ問題一緒だったらこれね B の人が A の人にこっそり問題を聞いてカンニングすることできるんじゃないですかって思うかもしれませんけど、グループ A の人とグループ B の人は決して対面で会わないように、まあ、工夫されて配慮されて実際に試験が行われるので、まあ、作文がですね、あのこれ実際にこれ時間見たら分かるんですけど、時間が被るように試験範囲が設定されてますよね。なので、まあ、途中でコンタクトは取れない、不正ができないようになっています。このようなイメージを持っておいてください。1日で終わります。16問目、願書を出し忘れるとどうなりますか。これはね受験ができなくなりますが、当日ね再発行してくれる高専が多いらしいですね。現地で忘れましたって言って、あじゃあ受験できません帰ってくださいではなくて、当日再発行っていう形で受験させてもらえるっていうことなんですけど、基本的に忘れたらもうダメだと思っておいてください。まあ、絶対に当日持っていきましょうね。17問目、推薦どれくらいから対策すればいいですか。内申これまでほぼオールごとってきましたとか、平均 4.8 くらいの内申ですっていうつわものいると思うんですけど、まあ、情報収集は秋ぐらいでいいです。もうそんな急がなくていいです、ぶっちゃけ。で対策開始は12月とか11月末でいいかなって思います。年末年始とか1月ぐらいから本番、実際に推薦入試が行われると思うので、このぐらいの感覚でいいかなっていうふうに思います。で18問目、楽に合格したいので推薦受けたいですっていう方がいらっしゃいます。これはですね、推薦落ちて一般も落ちるってことはよくある話です。この推薦要件すれすれはおすすめしませんって先ほど申し上げました。こういうことなんですよ。推薦条件、推薦受験要件すれすれ
平均4ぐらいの賢いとも賢くないとも言えない間ぐらいの人が推薦を受けちゃうと、推薦の準備時間に食っちゃって一般の準備がなかなかできずに両方共倒れになるってことはよくある話です。両方落ちることってあるんですか？推薦受けた方が有利になるんじゃないですかって思うかもしれませんけど、あ、そんなことないですね。まあ、やっぱり内申がちょっと他の人より高いっていうのはアドバンテージと思いますけど、推薦を受験したことにおいて加点されるってことはほとんどの高専でありません。なので共倒れするっていうことはよくある話なので、楽に合格したいからっていう気持ちはちょっと不合格に近づけてしまいます。あの、最初からしっかり勉強して一般でも合格できるように頑張らないといけないんだなっていう気持ちが大切かなっていうふうに思います。それでは19問目、推薦対策方法の流れはどうなんですかっていう話なんですけど、もうこれまでね、皆さんのどの高専でもどんなパターンでも推薦対策できるように質のいい動画上げてます。こちらですね、推薦の再生リストっていうことでチャンネルの方でご用意してますので、こちら一応ですねコメント欄概要欄に貼っておきます。取り急ぎまだ急がなくていいと思うんですけど、ちょっと暇つぶしにどんなもんかなっていうふうに何本か見られるといいかなって思います。こちら、まあ、ご用意しておきます。20問目、学力試験の会場は一つだけですかというご質問いただきます。このような感じです。高専によっては都道府県内に 2,3 会場を設けます。例えば山口県とか新潟県とか横に長い県ってあるじゃないですか。こんな感じ でこの場合、端っこから端っこまで移動するのってすごい大変ですよね。だから都道府県によっては、あの、都道府県内に 2,3 会場を設けて、まあ、いろんな人がなるべく受験できるように配慮しているっていうパターンが多いようです。で、最寄り地受験制度っていうものが 2,3 年前から、まあ、開始しました。これ高専機構が敷いてる制度なんですけど、最寄りの高専で全国どこの高専、国立高専どこでも遠隔受験が可能です。これ遠隔受験が可能になったので、まあ便利ですよねと。でこれはね、あんまり大きい声で言いませんけど、まあ、少子化とかで、まあ、困ってるんでしょうね。定員割れとか増えてますし、まあ、こういうのも焦ってるっていうのが分かりますよね。21問目、傾斜配点って何ですかっていうご質問いただきます。傾斜配点っていうのが半分ぐらいの高専で敷かれてます。3分の1ぐらいかな。これですね、科目に倍率を掛け算して評価する方法で、例えば数学取りが2倍しますよっていう高専があったとしましょう。この場合ですね、 A 君と B さんがそれぞれこんな得点だったとしましょう。 A 君が全科目60点、 B さんが理数が70点でそれ以外の文系科目50点だったとしましょう。この場合ですね、括弧の中が純粋な足し算です。 60×5 で 300、 70×2 足す 50×3 で 290。 この場合 A 君の評価の方が高いんですけど、傾斜をかけると B さんの方が10点評価が高くなります。これが傾斜配点の怖いところなんですよね。まあ、このような感じで、もし募集要項を見て傾斜配点しますよって書かれてあるのであれば、このように傾斜がかかっている科目は頑張らないといけないってことですね。22問目、学力試験は1日で終わりますか？これ1日で終わります。これ全国共通ですね。もちろんこれ問題も共通なので、時間も合わせないと不正し放題になっちゃうので、全国で共通で問題も共通ってことですね。はい、こちらお見知りおきください。で、23問目、僕の高専は面接あるの、作文あるの、傾斜配点あるの、何年生の時の内申が評価されるのなどなど、高専によって変化する内容はすべて募集要項にすべて書かれています。これ各高専が必ず用意している書類で、今のところで言うと皆さんの一つ上の先輩の募集要項は紹介されていると思います。公開されていると思います。なのでまずそれを確認していただければ、高専によってバラバラに変化する内容は確認することができると思います。これを参考にしてみてください。それでは今回動画内で紹介した過去の動画のアーカイブを紹介したいと思います。まずこちらおすすめですね。推薦を中2だけ、中3だけ、もしくは中2から中3の成績だけで戦いたい人は必見という動画ですね。これ高専ごとにまとめています。例えばこれ中1の時ボロボロだったんだけど、中2できちんと改心して勉強し始めましたみたいな人には有利な動画になりますよね。で、次、各高専一般入試何点で受かりますかっていう合格ボーダー、これをまとめている動画、ショート動画2本ほど紹介しておきます。概要欄コメント欄に貼っておきましょう。傾斜配点の恐ろしさってことで、傾斜配点について先ほどお話ししたんですけど、より詳しく説明している動画になっています。概要欄コメント欄からぜひともチェックお願いします。で、今できそうなこと、この5月6月7月ぐらいから推薦入試受けたいなって思っている方に向けてですが、今できそうなこと、今対策できそうなことってことで紹介している動画です。ぜひともご覧ください。で、最後、この合格者の決め方、先ほどちらっと紹介しましたけど、より詳しくこのショート動画で紹介しています。どういう風に合格者を決めていくのだろうか、第一志望、第二志望、どういう風に影響するのかっていうことについてお話ししています。もし詳しく知りたい方がいらっしゃれば、こちらもご覧ください。ということで、最後にもう一つね、重ねてご案内しようと思います。推薦の再生リスト、こちら推薦入試に関する動画全部まとめていますので、再生リストから全て参照することができます。現時点でちょっと見ておきたいかな、ちらっと確認しておこうかなっていう動画があれば、ぜひともチェックしておいてください。よろしくお願いします。はい、ということで、本当に今から高専受験しようかな、公立と迷っていますという方に向けた高専 Q&A、一般入試、推薦入試編ということでやらせていただきました。こちら高専 Q&A シリーズですね、各ジャンルでちょっと作ってみようかなって思うので、この高専 Q&A シリーズ、今後ともね、もし違うジャンルすることがあれば、動画アップロードされていれば、ぜひともチェックのほどよろしくお願いいたします。それでは今回の動画終わっていきたいと思います。あなたの選択肢に、高専を。高専塾高専チャンネル年間の優勝サービス一覧、そろそろ高専入試シーズンがスタートしますので紹介していきたいと思います。まず最初は7月から1ヶ月ごとに開催予定の高専入試のリハーサル模試、高専合格にぐぐっと近づけます。7月半ばから9月まで開催予定、高専入試対策の夏季講習、ぜひとも通われている塾とセットでご利用ください。8月から高専入試まで開催、高専入試対策長期映像講座、かなり強力な高専合格のためのコンテンツです。年末年始頃開催予定、高専入試対策冬季映像講座、
だ。こちらもかなりボリューミーで合格へのラストスパートを担保してくれます。12月頃開催予定、高専推薦入試対策講座、個別対応になりますので、推薦入試対策にはもってこいです。秋頃発売、高専一般入試対策問題集、高専入試の傾向にのっとった問題集です。高専合格者限定の予習講座も2月頃販売予定です。在校生向けにも数学の予習復習講座、数学の教科書の PDF データ、こちらは1年中通して販売しております。ぜひともお見逃しなく、チャンネルの動画の更新をお見逃しなく。 PDCA スクール、Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.